はい、どうも。今日も始めたいと思います。今日ね、ちょっとその今日はちょっとね、ちょっとゲーム練習的な、ちょっとシングルスでもできるんですけど、今日やることはちょっとダブルスに多分使えることで、ちょっとね、今日はもしかしたらなんて言ったらいいのかな、かなり上級者向けじゃないけど、ちょっとそういう風な感じで撮りたいっていう風に考えてます。で、これ全部どこで、多分どっかで出回ってるか分かんないけど、これ全部自分で考案した練習方法なので、今からちょっと、まあ、もしどっかにね、いや、もうやってますよとかいう人がいたら、それは申し訳ないです、すいません。ちょっと今からルール説明していくんで、よろしくお願いします。はい、基本的には半面でやります。半面でね、ここからここで、前一回タンボンヒョンと動画出しましたけど、それをやってたのは確か、名前なんだっけ、チャリチャリ、日本でなんていうの、ボックス、四角、まあ、いろんな言い方ありますけど、今回のは簡単に言うと、一人がこう前衛で、一人はもうディフェンスの状態から始めると思います。なのでこれは実際名前ありません、今のところ僕つけてません。なのでこのゲームもう名前僕決めます、タゴケンで。今日タゴケンやろうよみたいな、今日もタゴケンやらないみたいな、そういう風になってくれると嬉しいです。でカメラ入れてるけど何笑ってるね、そういう感じでいくんで、ちょっとこう今からちょっとね、ルールを説明したいと思う。基本的に僕がいつもやってるのは大体11点勝負で、もちろん相手がこう一人はこのここから大体サーブをこういう風な感じで打って、一人はもう本当にこういう状態で待ってますけど、待ってて、その相手はね、相手はそういう風な感じでやりますけど、基本的に言うとこの毎回サーブを打つのはこのディフェンス側、それも決まりでお願いします。毎回もし前衛側が点数を取ろうが、この僕側が、ディフェンス側が点数を取ろうが、毎回サーブを打つのはディフェンス側、それはもう決まりで、まあ、これもう僕が一応考案してるんで、もうルールは僕が全部決めます。なのでよろしくお願いします。で、基本的にもうこっちはもうこのここからサーブを打って、もう最初からディフェンスの状態ですね、まあ、もう相手はここから前で待ってますから、こういう風な感じで相手はもう前で待ってますわけですから、これも全部ディフェンスの状態、ディフェンスの状態、ディフェンスして、ディフェンスして、ディフェンスして、で、この前衛の方、この前衛の方は一つだけダメなことがあって、シャトルを打ちました、この何、ショートサービスラインより前のボールは全部アウトです。アウト、それはもう全部アウトにします。例えばだけど、ネットインして、はい、ネットインして、これより前、チャリチャリとか、ボックスだったら多分 OK だと思うんですけど、これはそれもアウト。ちょっとねイメージわからないと思うんで、ちょっとやってみたいと思います。基本的にロビングはなしで、例えば、まあ、そこはちょっと少し曖昧なんですけど、ロビングがもし出ちゃった場合とかに関しては、まあ、そのボールが例えばちゃんとね、コートの中に入ったりしたら、ちょっと一回やり直すという形にしてもらえるとやりやすいと思います。もう基本的に、この前衛の方は、もう当たり前ですけど、もう変な話、もうサーブが悪かったり、もうチャンスボールが来たらもうそのままバーンって決めちゃっていいんで。だからかなり、このディフェンス側の、ダブルスのね、ディフェンス側の動きがかなり重要になってくる。そのコントロールだったり、例えばですけどこういう風にやってて、ずっとここで待ってたら絶対やられちゃうわけなんで、いくらコントロールってやろうとして絶対ダメなんで、どっかでチャンスがあったら前に出たり、前に、あ、ここチャンスだなと思ったら前に出たり、そういう動きがないと、だどういう球を打った時に前に出れるか、そのタイミングを多分ね探すためにはものすごくいい練習だと思うんで、ちょっとこれをやってみたいと思います。よろしくお願いします。で、今日はね、多分それをちょっと見せるっていうためにも、多分ね、一回ちょっとストレートでやるっていうよりは、多分距離が長くなるんで、クロスの方が基本的には簡単だと思うんで、ちょっと今日はクロスでやりたいと思います。
よろしくお願いします。基本的には毎回こっち側ね、僕はもちろんディフェンスもやりますけど、毎回ディフェンス側からサーブを、もし僕がディフェンスを取られたとしても僕から始める、そうやってやってます。で例えばこうやってやっていて、例えばサーブがこう、例えばサーブが浮いちゃうと、もうこれダメですね、まずダメ、ここもまたここまでちょっと集中してもらって、で、はっはっ、基本的にこうラリーが続いたとしても、そろそろ浮いてて、ここのペダルすぐやられちゃうんで、まずここの部分をしっかりコントロールしてもらう、まあ、これはかなりちょっと高度な技術が必要ですけど、基本的に今回誰が言いたいかっていうと、こういうのがありますっていう紹介をしたいので、まあこれはもう僕の名前決めたんで、これはもうタコ系なんですけど、このゲーム。なのでちょっと、今ね、じゃあ今度逆にね、僕が前やってみる。彼がディフェンスやってみる。それでやってみたいと思います。で、今やってて、大事なのがこのディフェンス側ね、大事なのが、もっちゃんとしっかり腰を落とす。で、しっかり準備をするね。何もラケット下がったり、体上がったり、そうすると絶対無理なんで。しっかり、スタンスを広げて、重心を下げる。そう下げた中でラケット準備。ラケット準備で、この間フットワークでやりましたけど、目線がこの場合ね、上から下に下がった場合はもう絶対無理なんで、そうですけど、目線がここでシャトルがここだと、ここは絶対取れない、これ絶対ダメです。しっかりね、目線をしっかり合わせて、目線しっかり下げた状態でこう準備して、ラケット準備して、ラケット準備して、こう合わせる合わせる合わせる、この動きですね。最初はね、本当はストレートでもいいと思うんですけど、最初はね、距離が長いクロスからやってみることをお勧めします。もう一回、もうこの状態で、もうパスパン、もうパスパン、しっかり下げて、サーブ最初集中してね、でもう潰せたらもうどんどん潰しちゃっていいんで、全部ね、毎回プッシュ打たなくても変な話、これで、あ、もう指にもみぎっちゃってるんで、これで、ここで終わりだ、変な話、こういうの全然ありです、これは全然あり、それを踏まえた上で、今からやるんで、準備できます、僕がディフェンス、はい、今から11点勝負したいと思います、はい、11点勝負。多分勝てると思いますけど、これでディフェンス側が勝つってことはもう全員はかなり問題があるんで、そこをちょっと見てやってもらって楽しんでください。いきます、11点ね、ワンダーワンダーワンダー、筋肉何が大事かっていうと、ここ足ね、足止めない、絶対足止めたら絶対やめて、常に足を動いている中でどこでちゃんと狙って、どこでこっちにチャンスがあるか、少ししかチャンスがないので、そこをちゃんと掴める、そこの感覚をちょっとね、覚えてもらうといい練習だ。ワンダーツーラー、うまいなー、全部ね、前ネットの時に見ましたけど、全部ちゃんとラケット出してからあります、ラケット準備して、変にこうなったり、こうなのいらない、しっかりください。これはかなり準備が大事ですね、ディフェンス側はかなり準備が大事。ウーラー、おいワン、いいですね、クリーワン、クリーワン、まずこっちがサーブを打ってる時点で、あっちがプッシュ、こういう角度でいきます、もうそれありえません。しっかり沈めて、まず前衛はまず沈めること、球をしっかりこのようにこっちに沈めることを意識してください、前衛は。そしたら何も怖くないです。
今のとかもスパーンっていったらスーンっていったんですよね。ちょっとね練習不足です。あれなんかこっちがプッシュみたいになっちゃって、次はねこっちに変身するかなんですけど、パイプそうこれアウトになりましたよ。これアウトなんだよ。これはアウト、そこのポイントです。シックスディフェンス側からサーブになる。これかなり知っているし、必勝。おいだろ、今のね、かなり相手でも全然いい。それを踏まえたら、本当にこれはディフェンス側でいろいろどういうサーブ出して、どういう展開になって、どういう感じで球が行った時にチャンスでっていうのが。ちゃんとね、分かってくると、どんどん展開だったり、そのバリエーションが増えていくので、すごい意識してる。何だ？さあ、何だろうね。逆サイド見せますので見てください。もう一回ちょっと見てみましょう。今ねミスしたでしょ。で白帯にかかって帰ってくるじゃないですか。足いってない。足待っちゃう。で、ちょっと入ってきて、それをしっかり足を出て、ちゃんと押せてたら入ってると思うんですけど、ダメですね、あのね。ラバー。あと死にます。バージョン。ディフェンス側が前に出てきて、ここで構えてたのが、ここで打ってた球がここで取れるようになるんですね。もうこれ確実にこっちのチャンスです。こっちのチャンス、それはちゃんと生かしてください。今見せたようにそのままここで入ったらそのまま決めに行けちゃう。それ意識してやってください。サーブがディフェンス側が打つときにちゃんと構えてそこで潰しに行くっていう、その考えがすごくいい。
これはないです。そうすると今度はこっちはもっと考えないといけないです。どうやってああいう球を打たせないか、それはまずちゃんと考えてくださいね。まずリスク回避、ワンキーね、もうプッシュ打てないでしょ。はい、こんな感じしましたね。あ、プッシュよ。なんで入んねんだよ。勝ちました。